スノーダムがお届けする How to Revit Basic 1-87 集計表内の切り落と盛り土についてです。ビムシムレッスン TV オンラインはこちらの YouTube チャンネルでオートディスク製品のオートキャットとレビットを中心に便利な使い方、パソコンのトラブルの解決方法などをノウハウをもとに分かりやすい動画と解説でお届けしています。切り土量、盛り土量および正味の切り土盛り土の土量を含む地盤面集計表を作成できます。集計表の中で区別できるように各サーフェスにはそれぞれ異なる名前を付けてください。いかがでしたでしょうか。本日の How to Revit Basic はここまでです。また次回お会いできますことを楽しみにしております。スノーオータムでした。